はい、別館です、別館ですね、はいはい、まあ、今日はまたやっぱりね、あの久々に、まあ、久しぶりに久々にというか週刊新潮さんで、これね、はい、小室母の話ですか。週刊新潮、はい、はい、ここに書いてありますね、はい、特集小室、これ何佳代さん、佳代さんは、はい、勤め先で大トラブルって。大トラブルなんですね。いい加減にしろよこのバカ野郎っていう感じがね、本当に思いますね。表紙だけ見て大トラブルっていうふうに書いてて、うん、あ、また金銭トラブルなのかなと思ってみたら、やっぱり金銭的なことが絡んでるんですね、はい、こういうことですね、うん、こういうところにね、お写真なんか本当出すべきじゃないんだけど ね、 そうですね、はい、でもこれ一応小室さんのお母さんだからね、一応、そうですね、で、これね、まずちょっといもうこれネタがないからこういうトラブルをやったんだけど、うん、これなんかお菓子屋さんのね、はい、これ一応正社員としてね、ケーキ屋さんの正社員で、ね、はいはい、正社員でやってきたんだけども、この記事によるとね、ま、そのなんか怪我をしたことで、はい、そのケーキ屋さんの勤務をお休みして、うん、それが無断欠勤が続いたので、うん、ケーキ屋さんの方としては、うん、こういう状況じゃ困るのでお辞めいただくことも考えなくちゃいけないっていうふうに、うん、ケーキ屋さんの、その経営者の方があの小室さん側に伝えたら、いや、それは困りますって、間に弁護士入れて話し合いしましょうっていうところでのトラブルのようなんですね。そうですよね、はい、だから、まあ、かいつまんで言いましたけど今、だからこの診断書を持ってきたりなんかして、うん、でも、はい、診断書を持ってきた時は足にギブスはしてても普通に歩いてたって、あのね、アキレス腱切ると、まあ、どういうやり方したか分かりませんけどね、はい、松葉杖とかね、私もね、背筋、つまりふくらはぎの筋肉断裂っていうのやったことあるんですよ。あ、やっぱり柔道やってらっしゃるとそういう怪我はつきものだって言います。監督やってる時ね、ちょっと、はい、監督の時、あの、坂を駆け上ろうとした時ね、パーンって落としてね、まあ、怖い、あの、動けなくなって、それで即もうそこのところでもう足動けなくなって車椅子を持ってこさせて、そこで演出やって、ちょ一段落したところで病院行ったらね、背筋筋、まあ、ふくらはぎの筋肉断裂っていうね、落とするんだよね、あれ。いや、怖い、ちょっと想像もしたくない。痛そう。いや、でもそれは傷が起きたけど、この体重もうちょっと、まあ、今より体重少なかったけど、チーフ助監督は元野球やってたやつだったから、はいはい、ずっと移動はおんぶでね、おちょっとセカンド助監督のセカンドアシスタントディレクターが、はい、あの車椅子運んで、でそこ行って、あの、こうやってね、おんぶして私そこまで行って、そこで車椅子座ってまた演出してとかね、あの、ずっとやったんだけど、まあとにかく、あの、終わった後旅館に帰ってもね、あの、不便なもんですよ。あの、ギブスでやると、その立ち上がろうできないじゃん。だから変な話だけど、這いずってね、あの、行くようなね。あ、寝返りもできないですよね、当然のこと。難しいですね。ね、そうですよね。だからやるとなったらちゃんと決意をして、こういう、よしって思わないと。という、なかなかもう参ったなと思ったんだけどね、これ、自分で面白かったのはね、ね、俺ね、全治3週間ぐらいかかるって言われたの、はい、全治っていうかね、治るまで、うん、でもこんなことやったらダメだっつってね、はい、念じて絶対治す絶対治すって言い聞かせながら、はい、だからね、1週間で治る、大体もうそれ社長だからですよ、本当にね、あの、まあ、大げさにね、医者もね、言ったかもわかんない、丈夫になんか柔道で鍛えてらっしゃるから、まあ、はい、というのもね、これね、おかしいなって、まあ、足にギブスをしていたものの普通に歩いてた、普通に歩いてた、ね、歩けるもんじゃないんでしょうね、普通は。アキレス腱だもん。アキレス腱、この腱ですもんね、足の腱で、ここの一番細いところがここですからね、はい、これが切れたってことになると、そう簡単にね、アキレス腱断裂だったらあれですよ、切れたかどうかはまだわからない感じなんですか、うん、あ、まあ、でもアキレス腱断裂って言っちゃう、よくアキレス腱切った方って病院に行くとこう寝たままで足つったまま動けないっていう風な、まあ、友人でお見舞いに行った、そんな簡単に歩いたりしたら、あ、うん、まあ、歩けないと思うよ、でも、だからアキレス腱にひびが入ったのか分からない、断裂したらよく選手があるじゃない、スポーツ選手でも、はいはい、これもう完全にそこは完全に固定するからね、そうですよね、足つけないって言いますよね、足やったらだって、うん、圧力かかっちゃったらね、またバキッときますね、治らないですよ、それ。だから寝てるかおとなしく、少なくとも車椅子とかね、なんかで、そうですよね、全く動かないようにしとかないと、あの、うん、それは難しいですよ。予後も悪くなりますよね。そうそうそう、だから動いちゃいけないんですよ、基本的には。でも歩いてきたっていうからね。はい、松葉勢もこれ写真のせいかもしれませんが、使ってる様子がないっていうふうにも。
ね、指摘してますが、治りが早いということなんですかね。違いますよね。いやこれね、それとまあそういう意味では、うん、そのアキレス腱断裂があった後、社長が無断欠勤を注意すると、はい、加谷さんは社長と話すと具合が悪くなるから、うん、と勝手に店の 社会保険労務士と連絡を取り始めた。社長はそういうのやめてほしいと釘を刺したが、うん、そのやり取りと並行して加谷さん側から出た店に労災の申請書類が送られてきたと。でこうした経緯もあり、事故があったことを、うん、事業主と証明する証人、うん、社長は署名しなかったっていうね、はい、まあ、なんかあの着替えの時こう切れちゃったっていうね、そんなことあるのかねっていうね、まあ弱ってる人はあるかもわかんないけどね、うん、こういうのってだから難しいよね、うん、いや難しい。体頭痛いって言ったら本当に頭になるかどうかわかんないけどね、確かめようがないですもんね、うん、みんな嫌な時はどっかあのサボったりすることあるじゃないですか、うん、はい、ちょっとお腹痛いとかね、体育の授業とかね、わ、はい、かんないから痛いとかそうですね、あのこれね、まあそういうこと自体と同時に、なんでこんなトラブルをね、自分がどういう立場か本当に自覚してないか、自覚しててわざとトラブルを起こしてる可能性もあるっていうね、疑われてもしょうがないじゃないかっていう、つまり皇室、自分の息子がね、一応その内親の殿下とね婚約をするとかしないとかってなってるわけでしょ、内定状態ですからね、はい、今ね、でこういう状態の中で自分がこんなね、うん、ケーキ屋さんの事業主とねトラブルを起こしたらどんなことが起こるか、はい、平気なんだよね、皇室に対して申し訳ないとか、だって高島さんね、自分の、うん、まあ、自分が娘として、はい、でこういうことが起きたらね、はい、で相手の、うん、まあ、あのね嫁ぎ先とかね、はい、これ迷惑かかるとかね、いやそれ一番最初に考えますよ、まずはそこですよ、それから自分の周りの人たちもそういうことを考えるでしょ、で自分の息子のことだって考えるでしょ、考えますよ、こんなことを自分がこんなトラブル起こしてたら、はい、ね、で起こしてるんだもん、あの400万返すとは返さないとか言ってね、あれどうなったんでしょうね、いやなんか和解金にするとかなんか言ってるんだけども、うん、そんなことね、わざわざずっと残してるでしょ、そうなんだ、解決つけりゃいいのか、和解金だろうと何だろうと、もうとにかくね、あの払っちゃえ、払ってきれいにしてっていうね、はい、普通そうだったんだよね、そうですよね、だから私はね、一連のこの騒動は、うん、もうそのはっきり言うと、あの彼の登場からね、うん、恋愛に入るまでのあれからずっと作られたシナリオで、で、あの400万円貸した貸さないというもう一人の方ね、うん、怒ってる怒ってないとかいろいろやってるけど、うん、はい、これも全部一つのシナリオの中にあってね、皇室攻撃だと私は実はもう最近思い出してるけどね、もうこのことによって皇室に対するイメージって言いますか、いやもうそうですよ、もうものすごく落ちてますし、ものすごくイメージダウンでね、それでこういう問題について秋篠宮殿下がね、うん、はい、あのやっぱり息、うん、あの娘さんというか、あの内親の殿下がね、はい、こういうまだそういうね気持ち変えたくないというお持ちになってる、はい、そういう中でそんなものダメだ罰って言って、それはできないですよ今、実際はね、簡単にね、もちろん理解とそういう中で合意していかなきゃいけないっていう、本当に殿下大変だと思いますよこれ、いやもう殿下、ね、ご心臓を考えると本当に想像絶しますよ ね、これだけ叩かれてね、はい、そして教育が悪いだな、うん、もうそういうふうに散々言われてます し、 でしょ、こういうトラブルを出すこと自体また、うん、あの何も知らない皆さんは秋篠宮家をイメージして読むわけじゃないですか、うん、そうするとますますそのイメージが下がっていくっていうのがもう大変じゃないですね、普通に考えると親としてどれだけ、ね、うん、苦労なってるかね、はい、いうことも本当に同情をみんなね、はい、あのお気の毒にと思うんだけども、うん、こういう おばさんというかね、はい、この佳代さんですか、うん、なんだろうでしょうね、こんなことは普通辞退するの当たり前だよね、うん、そうですね、息子だってそうだよ、だは恥知らず、口外無知っていうかね、本当に恥知らずっていうね、いや、あの普通はね、本当にね愛してるならもちろん内心の殿下ひたむきにね、順調にね、あの小室圭さんっていうのを思ってるかも分からんけど、普通は男だったらね、自分からね、もうこういううちのおふくろもこんなトラブル起こしてこれだけ世間を探してしまった、僕はあなたをずっとね思い続けるかも分からないけども、あのもうね、皇室という日本という国やそういうものと立場も違うし、そういうあれもあるんだからね、一つの人生のこういう現実として受け入れよう、
私から言うとね大変だからあなたからね、うん、あの言ってくださいと、小物に捨てられたみたいな言い方はまずいからね、はい、辞退をするというね、うん、ことで言えば本当そこへ持ってきたいわけですよ本当は。いやそれがいいんですよ本当は。そういういいんですよね。本当はそこにね、そこに行かなきゃいけないのに、小物がないやっぱりね、この息子もやっぱりねあの相手のことを考えて、てめえのことしか考えてないっていうところ見えてきちゃうんだよ、悪いけどね。もうなんかあちらのニューヨークでの就職先ももうなんか決まったような報道をなされていて、ということはこっちには帰ってこないっていうことでね、はい、ね、だから、説明もしないっていうことですよね、うん、いろんな、そういう意味でね、はい、いや別にアメリカに行くならちょうどいいじゃないですか、まあ、ちょうどいいですね、さよならのきっかけでね、はいはい、アメリカで暮らせばいいし、うん、あの大体ねこう皇族のね、まあ、もちろん皇族にはなるわけじゃないけども、うん、そういう意味でご結婚するとなるとね、どういう問題、親戚になりますから皇室の、だからね、はい、もう本当にそれはね、うん、あのやめた方がいいしね、あの自分から自らそういうふうに言うべきだと思う、はい、私はあの愛は変わらないって言ってもいいから、うん、本当は疑ってるけどね、本当に愛してるなら、はい、そういうこと言いますよ普通は、男の子はね、あの内心の殿下のことを一番お考えになって、秋篠宮家、うん、あるいは日本の皇室考えればね、うん、まあこの親子は、私は変な言い方だけど工作員みたいなね、結果としては少なくともね、そういうことになってる、秋篠宮家皇嗣殿下ご一家のね、うん、信用失墜をね、はい、狙ってる工作活動みたいなね、うん、あの反皇室工作活動の一環になってる、うん、ただ一つ不幸中の幸いは、はい、こんなとんでもないやつがいるから女性見分けなんてのはね、あそれもう飛びましたね、もうほとんどそれがなくなりましたが、これは、まあ、それは小室君のおかげというと、はい、そうですね、控訴しました、ね、それはね、はいはい、まあ、ということですけども、どうですか、ちょっとですからこの縁談は、まあ、令和という新しい時代を迎えて、まあ、まずはこうリセットしていただいたところで考え直す、はい、そうですよ、天皇陛下だってね、うん、随分ね、あの、はい、秋篠宮殿下だけじゃなくて陛下もね、やっぱり心も痛めてますよ、わせたんですよ、そうですよ、はい、だからこういうものはきちっとね、あのこの親子がやるべきで、はい、自分たちだけで生きていくべきです、そう思いますと思います、私も思います、はい、ということで、はい、今日の久々に、この小室佳代さん、佳代さんネタで、ね、勤め先大トラブルというねもうこういうものがこう週刊誌、こんな週刊誌にね喜びさんで部数稼ぐために書かれるようなことやっちゃいけないですよ、うん、はい、いけないですね、はい、ということで、はい、今日の別館は以上です。以上です。